大谷翔平さんねそんなに3年間打ち込んでいたんですねまあ事をなすのに時間がかかるのは覚悟の上なんですけども一流の人でも時間がかかるんですよねあのツンクさんはねこう言ってるんですよ <laughs> なんかね努力とか <laughs> みんな嫌なんだってめんどくさいし頑張るなんてだからこそ努力が価値を生むらしいですよね意義があるらしいですよねで似たようなことも言っていてこれはね なんかのねキャッチコピーでつんくさんが表現していたんですよだから正確にはつんくさんの言葉ではないんですけどもつんくさんがイメージキャラクターとしてつんくさんが言っていた言葉になりますそれはですねまだいけると思ったやつだけがまだいけるってことなんですよどうですかこれ大谷翔平さんに似てるでしょもうこれで終わりだなと思ったら終わってしまうと思ったまさにそうなんですよ自分が限界だなと思ったらもうそこで限界なんでしょうね である人がねこれ似たようなことも言っててその人はねあの大工をしてたんですよで大工をしていてあの10年ぐらいやっている時にあの親方がね上の方にこう登って行って作業をしてたんですよそれを見てはと思ったんですようわー高いところでやってんなーやりたくねえなーと思った時にあこれであの作業に対して俺が興味がなくなったってことはどこまで頑張ってもあそこに登ることはできないんだなということで進路変更したらしいんですよね だから自分の力量を知るっていうのも、ちょっと悲しいことなんですけども、一つの転機になるんですよね。またつんくさんの話に戻りますけども、つんくさんはこうも言ってたんですよ。辞めればまた他の道が始められるんじゃないかなと思ってるんだって、ここにグッとも言ってたんですよね。だから辞めて終わりじゃないんですよ。辞めたことによって、新たなる道が見えてくるんですよね。うん、だからその、新たなる道が、格下とか格上ってことは全然なくって、どの道にも、 本気で突っ走ってる人がいる以上自分がどう向き合うのか本気でやれば本気の道になるし本気道になるし雑にやれば雑な道になるしね全部自分が決めていくんじゃないかなと思うんですよどんな腐ったマーケットでも一流はいるわけですよねでもどんな一流が存在するマーケットにでも落ちこぼれはいるんですよ結局自分が選んだマーケットで自分がどこにいたいのかってことが全てなのかなと思うんですよ 自分がいけると思えばねいけるだろうし少なくともその道は見失わずに済むと思いますしでももうダメだと思ったらそのはしごは簡単に引き上げられて、えー、もう見えなくなってしまうんじゃないかなと思いますね。つんくさんこれからもいろんな言葉を残してもらいたいと思います。